桜坂駅は、福岡県福岡市中央区桜坂3丁目にある、福岡市地下鉄七熊線の駅。かつて西鉄福岡市内線城南線練米町電停があった場所の若干東寄りに位置する。駅番号は N12。駅のシンボルマークは、空港線、箱崎線のシンボルマークをデザインした西島伊佐が2001年に指揮をしたため、 それ以前に描かれていた原案をもとに、息子で同じく、グラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。モチーフは、風に舞う桜の花びら。駅識別カラーは、d マイナス50で、天神南駅、梅林駅と共通。天神南駅が管理し、日本通運福岡支店が、駅業務を受託する、業務委託駅である。駅名標島式ホーム一面二線を有する地下駅。 上南線直下に位置する。出入口は2箇所あり、上南線を挟んで南側に1番出口、北側に2番出口が設けられている。各階の面積は、地上210平方メートル、地下1階2923平方メートル、地下2階2338平方メートル。利用者の目に留まる箇所に用いられる、個性化壁には、灰色からピンク色の大理石を使用している。 2019年度の1日平均乗車人員は1935人であり、七熊線の駅として、また、福岡市地下鉄の駅としては、梅林駅に次いで2番目に少ない。開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。ありがとうございます。